今回は間違い探しクイズです。間違い探しは集中力、注意力の向上に役立ちます。楽しく脳を活性化させましょう。問題は全部で3問、制限時間は90秒です。それでは早速いきましょう。第1問です。可愛らしい雪だるまが2つ仲良く並んでいます。2枚のイラストから3つの間違いを探してください。それでは答え合わせです。1つ目の間違いは、左の雪だるまの帽子の大きさが大きくなっていました。2つ目の間違いは、右の雪だるまの帽子の水玉模様が消えていました。3つ目の間違いは、右の雪だるまのボタンの位置が1つ下がっていました。第2問です。魔女さんと使い魔の子猫ちゃんですね。2枚のイラストから3つの間違いを探してください。それでは答え合わせです。1つ目の間違いは、子猫ちゃんの尻尾の形が違いました。2つ目の間違いは、ほうきの周りにあるキラキラが1つ増えていました。3つ目の間違いは、魔女さんのまつげの本数が2本になっていました。第3問です。サンタクロースとトナカイがクリスマスを祝っていますね。2枚のイラストから3つの間違いを探してください。
それでは答え合わせです。一つ目の間違いはトナカイの口の形が違いました。二つ目の間違いはサンタクロースのボタンの形が星形になっていました。三つ目の間違いはトナカイの角の部分が一つ増えていました。問題は以上になります。動画を作る励みになりますので、ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いします。